おはようございます。朝ごはんちょっと食べようや。じゃあ。どう？これ見て。じゃああなたにはこれを。ありがとうございます。俺はこれちょっとジャムただのいちごジャムをな俺はこうはい絶対うまい。では行きますね。言うとくけどこのケーキは昨日の夜作ったから出せねえんで昨日の残りを出してるという感覚はないで俺に。あの24時間賞味期限作戦やから。これが前日仕込みした湯種の種です。粉と、砂糖と塩だけやねんけど、あそれと水な。でこの水を沸騰させて粉の中にバンって放り込んで湯種というこのようわからん物質を作んねんけど。暑いな今日。いいですね。で一番大切なのはこいつ冷蔵庫から出てきたからこいつは冷たいやん。今この時期はちょっとお湯っぽいので作っとってんけど今日暑いからお湯でやったらうまいこといかん可能性。これは牛乳ですね。これぐらいの温度がいいんじゃないか。よっ全部測ったやつ。頑張る可能性あるよ。で、よいしょ。これだんだん生地が変わってくる。朝いつも早く起きれたらこれを見ながらいいなと思って見てる。もうちょっとまとまってきたぞっていう時に俺はいつも。これほんまはちゃんと生地全部見ながらやらなあかんねんけどもう俺にはわかるから。山梨県の昔一緒に働いとった坪川さんっていう人がいるんだけどめちゃめちゃ、ケーキ大好きで研究に研究を重ねるような人やねん。その人にバスクチーズケーキのレシピちょうだいっつって教えてもらったの全くそのままパクってんねん。だからお前ここはちょっと料理人っぽいやつ。飲むの一言何かやってちょっと置こう。いや、せっかどう。いや完全には消せるで音は。でもなんか。俺がやってた時もムムズかっていうふうなことから始まる。二人は同級生でしたっけ。同級生やけど小学校6年生の時に一番遊んでてもう大人になってからはほとんど会ったこともなかったかもしれん。30いくつの時にもう一回再会して今一応なんちゃっての友達やらせてもらってますみたいな感じですか。
面倒くさいってなってるから、ね、なるほどな。キューピーの、うん、大きくちゃうな、今の。いや、大きくちゃう。とてもないです。そんなことない。なるほどね。パンとこう対話しながら、これが分割ですね。オッケー。じゃあ、パンの方が長かったからね、俺。あ、そうなんですか。そうやで、パン10年やった後にケーキやから、もう今やケーキの方が長いかもしれんけど、じゃないとこんなにパンの生地扱えないでしょ。いや、だからすごいなと思ってました。すごいんです。あ、こんなんいらっ。こっちは食パン、こっちはメロンパン。これ焼きたてメロンパンって食ったことないやろ。ないです。今日は食べれるよ。あげよう。OK。で、また起きます。こいつはだからすごく時間をかけて、ほんまに我が子のように時間をかけます、こいつは。いつも何個ぐらい焼くんですか？なんかその時によるな。食パンの方がよう出んなっていう時はもう食パンばっかり焼く時もある。雨降ったら食パンの方が多かったりする。
これでメロンパン2枚分と丸いパンを これに乗っけて焼こうかなと。ここで火つかへんと。ここにはホイールがないからホイールを作るねん。ここでよいしょ。それやったらすごすぎへん。丸めんの実はめっちゃむずいね。最初練習した時この人たち魔法の手かと思ったもん。これ手にめっちゃひっついてぐっちゃぐちゃなんだよ。精神と時の部屋。よいしょ。ほんまはな、メロンパンって。ほとんどこの辺まで包み込むねんけど、俺この辺にして帽子みたいにしてんねん。これが逆に俺好きやねん。このなんかハンドメイド感っていう。ちょっと半分趣味でやってるもんね。美味しいメロンパンのやつ作ろうみたいな。最後の発酵が終わったら焼きます。ほんなら結局12時前なんだよ。よっ。普通はこの状態のまま次もう熱々のオーブンに掘り込まなあかんねんけど、今ホイールの状態からこいつをオーブンに切り替えるからちょっとだけ時間かかんない。で、ここに焼き上がりって書いてて、ほら、ちょっとピザができるまで1個これ食べてみますか。はい、焼きたてメロンパンをどうぞ。いいよ、こらせ。切ってみます。うまい、うまい。俺結構うまい。ちょっと弱かった。すいません。いるからここがどうこうみたいな喋ったんじゃない。
じゃあ何かあげようと思ってしまうんだ。変にこうやっぱケーキケーキってなると、これがめっちゃ好きな人がたまにいて、多分もうチーズに塩気あるから塩とかいらない。だったっけ。さあどうでしょう。おお、わいいわ。いいですね。これ食ったわ。鉄板すらも。うわ、なんかやっぱ胡椒やってるとやっけ。こんにちは。今ちょうど焼き上がって、これ絶対うまいぞっていうことで。あ、本当。20分で言うから待たれへんから、また今度持ってきて。ああ。よかった。グッドタイミングだったっす。ありがとう。ありがとうございます。なんかこの丸パンが大好きなおじちゃんがいる。そのおじちゃんのために焼いてると言っても過言じゃない。ああ今日もないんかとか言ってかわいそうやからさ。オッケー。バルニバービーっていう会社におった時に教えてくれて、これ入れていけるかな。おお、危ねえ。パン屋さんで働いてるこんなやり方したことない。冷蔵庫に直しといて、明日の朝また同じことをします。わざとやってますよ。バターを200、300かな。塩少々、マニラオイル少々。出来上がりです。こいつを入れたら分離してわけわからんことになります。こんなとこに粉全部掘り込んでみます。でこいつをめちゃくちゃゆっくり混ぜてみます。これ出来上がったっぽく、これがあのかの有名なメロンの皮です。この適当混ぜがあれを呼ぶっていう、わざと適当に混ぜてました。めちゃくちゃ気持ちいいよ。日本晴れやん。